いやもうあの本読みをね一度最初にやらせていただいたんです。それが初対面だったんですけども、その一発目からいい感じでしたよね。なんかこうあなんかぴったりじゃん俺たちみたいな、そんなに感覚でした僕はね。あ、はい、あ僕はねってありましたけど、清原さんどうですか。あでもなんかでも嬉しい、嬉しいです。なんかそう、あでもでもがなんかやっぱり不安を抱えてあ、え不安抱えていくもんなんだよね。みんなはなんかその初めてこう霞みたいな女の子の役を演じる、うん、でしかもセリフも多くてなんか題材もちょっとぼんやりしていて、うん、どうしたらいいのかなって思いつつのリハーサルの日だったので、なんかでも成田さんがそう思ってくれてたんだなって思うとちょっと安心しますけど。結構長回しのところも多かったので、なんだかこう本当に2人で生きてるような感覚がありましたね。楽しかった。僕は割とアクションする方でもリアクションの方が多かったので、割とこうガンガンアクションを起こしてくれる霞を演じる清原さんを見ててこう気持ちよくさせていただきました。なんだかすごくこう何をどの角度からどう入っても受け止めてくださる方だったので、こう私もこれでいいのかなっていう不安を抱えつつやっちゃえというかそこの域まで行った時にはもう好き勝手やらせてもらってましたね。あ好き勝手やっても全部ガシッとこう受け止めてくれる感じだった。いやそうですね、楽しかったです。